スレッドフィンはアメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻。艦名は種を問わず、糸状のヒレを持つ魚の就職語だが、種総称としては、ツバメ科の白化を指す。スレッドフィンは1944年3月18日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1944年6月26日に、フランク G. フォックス夫人によって、命名、進水し、1944年8月30日に、艦長ジョン・J.フート中佐、アナポリス1935年組の指揮下就役する。ポーツマスを拠点として公務及び訓練を行った。後、11月中頃にパナマ運河を通過し、12月初めに真珠湾に到着する。スレッドフィンは最初の哨戒に向けて集中的な訓練を行った。12月25日、スレッドフィンは最初の哨戒で日本近海に向かった。1945年初頭に九州南部の指定された哨戒海域に到達する。スレッドフィンは同海域で30日間の哨戒期間を過ごし、数多くの敵機、警備艇、漁船と遭遇した後、魚雷で仕留めるに値する6つの目標と遭遇した。1月30日、スレッドフィンは大型の哨戒艦艇を発見したが、これをやり過ごして別の目標を狙うこととした。やがての地点で2隻の護衛艦と直江機を伴った2000トンクラスの貨物船を発見し、2700メートルの距離から魚雷6本を発射した。少なくとも1本が命中し致命的な損害を与え、煙と蒸気が生じた。しかし、護衛艦が反撃に打って出たのでスレッドフィンは、新進路先行で避退するしかなかった。反撃は大したことはなかったが、戦果を確認することはできなかった。この目標は、一星丸、不装海運、1864トンであった。翌1月31日正午前、スレッドフィンは、御蔵島沖を潜航中に哨戒機に発された。哨戒機は爆撃したついでに、父島から横須賀に向かっていた4127、船団を護衛していた第4号海防艦を誘導。第4号海防艦は爆雷攻撃を行った。深度90メートルに潜んでいたスレッドフィンは攻撃によって艦内に水が入り込み深度135メートルまで沈んだが、それ以上の被害はなかった。2月1日には旅型潜水艦と思われる艦艇を発見したが、有利の攻撃態勢を取ることができず逃してしまった。また、3隻の護衛艦を伴った2隻の沿岸貨物船を発見したものの、またもや有利の攻撃態勢を取れず攻撃することはできなかった。翌日にも貨物船と哨戒艦艇を見間違え、その結果、2隻の貨物船と2隻の護衛艦からなる輸送船団に攻撃することができなかった。1週間後には、掃海艇と思われる艦艇に対し、距離2300メートルから良い体勢で、魚雷6本を発射したが、いずれも命中しなかった。2月16日、スレッドフィンは54日間の行動を終えて、ミッドウェー島に帰島した。3月14日、スレッドフィンは2回目の哨戒で、南西諸島方面に向かった。途中、スレッドフィンは、シードッグトリガーとウルフパックを構成し、豊後水道に急行するよう命じられた。3月28日、スレッドフィンは2隻の海防艦を発見し、魚雷6本を発射。うち1本が命中したように思えたが、反撃を受け戦果を判定することはできなかった。その夜、スレッドフィンは2隻のトロール船と4隻のと交戦し、炎上させるなど混乱を与えたが、効果は小さいと判定された。3月31日、スレッドフィンのいたウルフパックは、トリガーが行方不明になったことにより、そのトリガーに別任務を付するため解散した。スレッドフィンはシルバーサイズ、ハックルバックと新しいウルフバックを組んで、引き続き豊後水道に居座りつつ新任務に就いた。この任務では日本海軍の艦隊の動向に注意し、攻撃は第2の行動として報告を最も重要な任務とすることと指令されていた。4月6日19時44分、スレッドフィンはの地点で SJ レーダーで目標を探知した。この目標が何であるかこの時点では不明だったが、ともかく浮上したまま追跡した。目標に約4海里まで接近した後、目標が戦艦大和を中心とする伊藤誠一中将の第2艦隊であるらしいこと、その速力が22ノットであることなどを司令部に報告した。大和の方でもスレッドフィンが浮上して追跡しているのは確認していたが、発砲はしてこなかった。22時を回って、大和以下の艦隊は南西方に進路を変え、スレッドフィンは一気に振り切られてしまった。その後の哨戒では主に人命救助が主要任務となり、哨戒期間の終了間際に P-51 のパイロットを救助した。このパイロットは救助当時溺れており、大量の海水を飲み込んでいたが、人工呼吸により一命を取り留めた。4月30日に、ミッドウェー島に寄港。5月4日、スレッドフィンは51日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。なお、ザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・U.S. ネイビー・イン・ワールド・ウォー・E など、アメリカ側の記録では、スレッドフィンは、この紹介で3月28日に、海防艦ミクラを撃沈したとしており、日本側資料の中にもこれを引用したものがある。オクラはこの日、両艦と共にトリガーを撃沈した後、第58任務部隊、マーク・ミッチャー中将の艦載機の爆撃を受けた。16時45分に、ミクラの両艦である、第33号海防艦がの地点で敵機を発見し報告しているが、この地点は、アメリカ側の記録で、スレッドフィンが、オクラを撃沈したとしている地点、またザ・オフィシャル・クロノロジー・オブ・ザ・U.S.ネイビー・イン・ワールド・ウォー・E に記載されている第33号海防艦の沈没地点とほぼ同一である。他に、ロス港ではスレッドフィンの単独撃沈となっており、第33号海防艦はホーネット機による撃沈となっている。木又、敵潜水艦攻撃及び日本海防艦戦史ではスレッドフィンによる撃沈とはしていない一方で、海防艦戦記のオクラの項では、第65号海防艦航海長の目撃談として敵機動部隊の飛行と潜水艦の攻撃を受け、1200頃オクラは敵潜水艦の雷撃を受け沈没、生存者なしというとしている。オクラを真に撃沈したのがスレッドフィンなのか、第58任務部隊機なのか、あるいは共同で撃沈したのかは結論としては不明であるが、前述のように少なくともロス港では共同戦果としては認定されていない。6月1日、スレッドフィンは3回目の哨戒で、東、シナ海及び、黄海方面に向かった。グアムアプラ港で補給と整備を受けた後、小久に到着。7月14日、スレッドフィンは3本マストのスクーナーを5インチ砲で、撃沈、9名の乗組員を救助した。乗組員の供述では、このスクーナーは、大連に石炭を輸送しているところであった。翌日、今度は小さな船に囲まれた貨物船を発見。何らかのサルベージ作業をしているかのように見えたので、その作業を妨害すべく、魚雷一本を発射しようとした。しかしよく観察してみると、それはサルベージ作業ではなく、ただの釣りのようであった。その後、スレッドフィンは4本マストのスクーナーを発見して、撃沈した。7月16日にもジャンクを発見して撃沈した。7月19日には日本マストのジャンクを発見して臨検したが、乗組員が好意的な中国人だったので撃沈することはなかった。翌7月20日の夜、スレッドフィンはの地点でノームの中目標を探知し、浮上しながら魚雷5本を発射。うち2本が命中し目標は沈んでいった。この目標は、第39号掃海艇であった。7月21日、スレッドフィンは、対馬海峡近海に向かう途中、シーロビンから4隻の小型貨物船と護衛艦を発見したとの報告を受けた。スレッドフィンは、シーロビンと共に攻撃、この時に護衛艦の姿はなく、スレッドフィンとシーロビンは、小型貨物船を、それぞれ2隻ずつ撃沈した。グアムへの帰途、スレッドフィンは、味方飛行艇から3人の生存者を引き取って収容した。7月28日、スレッドフィンは53日間の行動を終えて、アプラ港に帰島した。帰島後、8月12日まで、スレッドフィンは4回目の哨戒に備えて、グアムで修理を受け、また修理後の訓練を行ったものの、8月15日に日本が降伏し太平洋戦争が終結したので、4回目の哨戒は行われなかった。スレッドフィンは8月18日にグアムを出港し、帰国の途に着く。9月16日にパナマ運河を通過し、大西洋艦隊に合流した。その6日後、スタテンアイランドの海軍基地に到着した。その後のスレッドフィンの28年間の経歴は、ある意味型通りのものであった。スレッドフィンは、ニューロンドンで、潜水学校の訓練官として、士官、兵員の訓練を担当し、その任務は1962年12月まで続けられた。任務終了後予備役となり、ポーツマス海軍造船所で近代化のための、大規模オーバーホールが行われた。続く8ヶ月間をスレッドフィンは近代化改修に費やす。翌年の夏に作業が完了すると、その船体は流線型となり、セール部分は回収された。加えて4機のディーゼルエンジンのうち1機が取り外され、拡張ソナー設備が取り付けられた。最後に、その水中における性能は2機の新型バッテリーにより、飛躍的に向上した。新型バッテリーは旧型と出力は同じだったものの小型軽量化がなされていた。また、シュノーケルによって水中における巡航能力も向上した。一連のグッピー回収の完了後、スレッドフィンは1963年8月7日に艦長ダニエル・G・ベイリー少佐の指揮でポーツマスで再就役した。10月に転換後の成長巡航を行い、11月初めにフロリダ州キーウェストの第4潜水船隊に合流した。その後19年に及ぶ期間をスレッドフィンは東海岸を拠点として活動した。毎年の演習に参加し、しばしば海軍士官学校生を乗せた夏の巡航を行った。キーウェストを拠点としてルイジアナ州ニューオーリンズをはじめとするメキシコ湾の港を訪問し、しばしばニューロンドンを訪問した。1962年10月、キューバ危機が発生すると封鎖任務に参加した。翌夏には、地中海で第6艦隊の任務に就くが、これはスレッドフィンにとって戦後唯一の海外配備であった。カリブ海と大西洋での定期的な任務を数年過ごした後、スレッドフィンは1972年8月18日に退役し、同日相互防衛援助計画のもと、トルコ海軍に貸与されビリンジーノニュと改名された。艦名はトルコ革命における第一次イノニュの戦いにちなんだもので、その名を持つ艦としては3隻目であった。1973年8月1日にスレッドフィンはアメリカ海軍から除籍、その2週間後、書類上アメリカ海軍に返却され、トルコに正式売却された。ビリンジーノニュは1998年中頃まで現役任務にあり、その後退役した。スレッドフィンは第二次世界大戦の選考で3個の従軍青賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。